こんにちは、山中モトムです。今日はトルコの八百屋の生搾りフレッシュジュースというテーマでお話しします。海外現地ならではの美味しいローカルグルメ、話聞いてみたいという方おすすめの内容です。今回はトルコのイスタンブールに行って実際に飲んでみて美味しかったローカルのフレッシュジュース、皆さんにお伝えします。私、トルコのイスタンブールに行った時、現地の街中歩いていた時にちょっと喉が渇いたなと思う時ありました。そうするとちょうど街中で八百屋を見つけたんです。八百屋、どんなイメージのものかというと、本当に1店舗だけ独立しているタイプの八百屋です。日本でもスーパーマーケットにあるのではなく、商店街に1店あるような八百屋です。店の軒先にはフルーツ、オレンジがたくさん並べられました。ただそのフルーツだけではなく、生搾り機のような機械も置いてあったんです。さらによくよく見ると値段表示などもされていて、どうやら生搾りのジュースが飲めるようでした。お店の軒先にいたおじさんに聞いてみて、このジュース飲めるんですかというふうに聞くと、実際にジュース売られていたので私頼んでみました。ジュース2種類ありました。1つがオレンジジュース、もう1つがザクロジュースです。ザクロ、日本だとなかなかあまりそんな習慣的に飲むイメージはないようなものですが、私どんなものだろうと気になったので試しにザクロのジュース頼んでみました。頼むとおじさんがザクロ、生搾りの機械に入れて、その場でジューッと汁、果汁を絞ってくれました。とても見た目フレッシュそうな印象を受けました。皆さんにちょっと聞いてみたいんですが、フルーツなどどのタイミングが美味しいですかね。例えばイメージしてほしいんですけど、ピザいつが美味しいでしょうか。ピザもちろん焼きたてが一番美味しいですよね。もう一つ聞きたいんですが、皆さん唐揚げってどのタイミングで食べるのが一番美味しいでしょうか。唐揚げ、そうです、揚げたてが一番美味しいんです。じゃあフルーツいつが美味しいでしょうか。そうです、絞りたてが一番美味しいんです。ということで、その場でおじさんが絞ってくれたザクロのジュース飲んでみました。味はもちろんこれ美味しいんです。その場で絞ってくれたので、とてもフレッシュさがあって、味がとても濃厚だったんです。とても美味しいザクロのジュースでした。ザクロ、味はちょっと酸っぱさもあるんですが、とてもその中に酸っぱさと甘みも合わさっていて、飲み応えがある新鮮な美味しいジュースでした。お、なんだそんなものあるんだ海外だと、と思う方、もしかしたら値段気になる方もいるかもしれません。値段いくらだったのかというと、3つのサイズがあって、SML です。S サイズが5トルコリラ、M サイズ7トルコリラ、L サイズ10トルコリラ、それぞれ日本円で言うと、S サイズが約70円、M サイズが約100円、L サイズが約145円でした。なので、だいたい1杯100円前後から飲めるという手軽さです。皆さんも海外行ったり見たとき、その土地ならではの実際のものを試してみてはいかがでしょうか。私、トルコ行った時に日本ではあまり馴染みのないザクロジュース飲んでみましたが、これが実際美味しかったです。もしかしたら現地行ってみて飲んでみたいという方もいるかもしれません。場所はトルコのイスタンブールの観光地であるスレイマニモスクというところの近くにあります。スレイマニモスク、坂の上にあるんですが、その坂を登っていく途中の道沿いにこの八百屋あります。ちなみにスレイマニモスク、内部はとても神秘的な空間になって見応えがある観光地なので、実際に行かれる方は訪れてみることをお勧めします。またトルコのイスタンブール、今回紹介した生搾りフレッシュジュース以外にも、魚市場で買える美味しいローカル屋台グルメ、また本場の観光客でも入りやすいトルコアイスのお店などあります。詳しくそちらについては別のビデオで話しているので、そちらをご覧ください。詳しくは概要欄のところにリンク先を貼っておきます。最後に今回の話まとめると、トルコの八百屋の生搾りジュース、とっても美味しいです。皆さんも実際に現地行ってみたとき、その土地ならではの美味しいローカルの食べ物や飲み物を挑戦してみてはいかがでしょうか。きっと皆さんの楽しい思い出できるはずです。このチャンネルでは、普段今度気軽にお出かけでもできるスポットないかな、またどっか旅行でも行こうかなと考えている方に向けて、私これまで国内はもちろん海外59の国と地域に行った経験から、皆さんへおすすめのお出かけスポット、旅行先、また皆さんが旅行を100倍楽しむ
方法をお伝えしています。参考になったという方はいいねの高評価、またチャンネル登録もお願いします。それではまた次回お会いしましょう。